涼花の琴の葉音の花、毎月第2土曜日11時から東京は浅草橋鳥越アズーリ FM スタジオより生配信にてお送りしております。イエーイ、よろしくお願いします。はい、この番組はですね、毎月私が今お話を聞きたい、聞いてみたい、お話をしてみたいという方をゲストにお招きしてお送りしております。今日もですね、素敵なゲストの方をお招きしております。社長芸人のジョニー小野さんです。よろしくお願いします。どうも、社長芸人ありがとうございます。やってまいりました。大都会、浅草橋にやってまいりましたよ。大都会、はい、大都会ですね。はい、はい、さあやってまいりました。社長芸人ジョニー小野でございます。簡単で結構ですので、ちょっと自己紹介をさらっとお願いしてもいいですか。そうですね、芸人と名乗っているんですけども、最近お笑いの活動がめっきり減りまして、はい、何をしているかと言われれば、社長芸人じゃなくただの社長として今ほぼ仕事をしているんですけれども、うん、そうか、今だから事務所とかがね、去年たけし軍団さんの事務所に去年いたんですけど、クビになりましたですね。そうなんですね。今もうフリーという名の、なんですかね、こう無所属、よく言うと無所属ですけど、はい、じゃあただの一般の人なのではという状況でやらせてもってます。はい、はい、たけしさんの事務所に、たけし軍団さん、軍団さんの事務所、たけし軍団、枝豆さん、ダンカンさん見てる、ね、その説はお世話になりました。ご迷惑をおかけしたばかりで、元気にやってます。はい、博士見てる。はい、水戸橋博士見てますか見てますか、私もか、見てますか。あ、議題さんは見てますね。見てますか。はい、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。何の自己紹介にもなりませんでしたけれどもいえいえ、はい、私ですね、実は、はい、この番組をね、ここでやらせていただいてて、はい、うん、たくさん、あ、私、うん、チャギ&アスカの大ファンなんですが、はい、そのチャギ&アスカに、うん、とちょっと関連のある方々とたくさんのご縁をいただきまして、なるほど、今回もね、はい、ジョニーさんも、うん、まあ、チャギアスの大ファンということで。そうですね、はい、もう長いですよ。で、はい、実はですね、今年の2月に、はい、ゲストに出ていただいたライターの聖子さんという方が、うん、はい、ゲストにいただい、あ、出ていただいた時に、はい、ちょっと帰りにお話ししてる時に、うん、ジョニーさんっていう方って、うん、どんな方なんですかねっていう話になって。なんですか、ポジティブかネガティブかニュアンスがいいんだ、ちょっと分かりかねてますけれども、ね、ポジティブな方ですね。ポジティブな方ですか、はいはいはい、あの人な大丈夫ですかいやいやいや、違う方です、はい、ポジティブですか、ポジティブな方ですね、はい、でジョニーさんってどんな方なんですかねっていう話題になって、うん、いや私もちょっと気にはなってるんですけどっていう話題、うん、話になって、ありがたいです。でゲストにお呼びしたらいいんじゃないですか、うん、って言われて、うん、あ、そうだなと思って、うん、そうですね、売れてないからスケジュール緩いですしね、いやいや、僕全然すぐ取れますからね。でもいつもね、ほら、なんだっけ、うん、お忙しそうじゃないですか、いろいろお仕事。ここ2ヶ月ぐらい、そうですね、社長業が忙しいだけで、そうですよね、芸人としては1ミリも売れてないんです。スケジュールスカスカですよ、ほんとゾッとするぐらいスケジュール入ってないですからね、びっくりしますよ、本当に。でもいろいろね、これからライブとかいろいろいっぱいあって、うん、まあ、後ほどいろいろお話を聞かせていただきたいんですが、うん、その時にちょっとお話をして、うん、そうだな、ジョニーさんもゲストに出てくれたら嬉しいなって私も思ってたんですよ、はい、そう思ってた、ありがたいです。そうなんです、うん、そしたら、そしたらですね、うん、なんと素敵な偶然が重なりましてね、はい、なんと同じ新幹線に乗っていた。そうなんですよ、そう、そう、今全国絶賛ツアー中の飛鳥さんのね、コンサートツアーワンダフルワールドの初日が広島なんですよ。そう、初日の広島、僕はもう初日見たかったんです。まず1回何のネタバレもない状態で初日が見たくて、いつも初日行きます。そうですね、新幹線で乗ってて、ツイッターで今広島向かってますっていうのやったら、ツイッターのメッセージで、私同じ新幹線かもしれませんって言って、
ちょっと衝撃でしたけども、これなんか怖い話かなと思って、なんかそのメリーさんの電話みたいな話が今同じ新幹線にいるようかと思ったら違って、あのこれこれこういうものですけどちょっと時間ありませんかって言われて広島の駅で降りて、そうであのコーヒー屋さんでね、そうちょっと打ち合わせさせてくださいと、うん、唐突に、そうですね、そうもう私ねそういう、うん、なんかね、シンクロみたいなのそういうのすごい、はい、こう直感で動くんですよ、うん、あこれは何かあるみたいな、うん、この偶然は何かあるみたいな、うん、でちょもう即ちょっと連絡させていただいてね、本当に、はい、ね、そしたらスケジュール僕緩いんで全然大丈夫ですよっていうしていただいて、もちろんですよ、本当にありがとうございますです。何がありがたいってこうなんですかね、公の場でチャゲアス絡みの話をさせていただける機会っていうのは、うんうんうん、こうそんなに多くはないわけですよ。自分が勝手にやることはできますよ、できるけど、人様から呼んでこうね、チャゲアス好きとしてはそれがご縁でこうやってね、うんうんうん、その話をできる機会もらえると、うんうん、こんなありがたいことはないのでもうぜひとも出たいですと、はい、いや逆にむしろなんで今まで出してもらえなかったのかぐらいですよ、こっちとしてはもう。そうですね、というお話をいただきまして、はい、私も大変嬉しくなりました。聖子さん、ご推薦ありがとうございます。まだちょっとお会いしたことはないんで、はい、アズーリを通して、東京は浅草橋、鳥越からお礼を申し上げました。だそうです。はい。見てますか、聖子さん。聖子さん、見てますか、あの、僕、割と暇なんで、何かあって呼んでくださいね。全然大丈夫ですよ。本当に。はい、すごいスケジュール緩いですから呼んでくださいね。本当呼んでくださいね。しつこく言っときました。はい、これだけ言うとね、はい、声かけないわけにいかないだろうという。確かにそうですね。ビジネステクニックを駆使してみました。はい、社長的な、はい。はい。私も今日本当に楽しみにしてたんですよ。はい、なかなかね、うん、こうチャゲアスのこととか、アスカさんのこととか話せるこう機会っていうのなかなかないので。もうチャゲアスの話だけするラジオでいいんじゃないですか。そういう風にも考えたりしてるんですけどね、チャゲアスの話したい人めちゃいるでしょう。そう、トムセンヨーコとか、でもね、トムセンヨーコさんにもこの間偶然お会いして、あ、そうみたいですね。そうなんです、うん、でちょっとお話しさせていただいたんですけど、うん、そうちょっとここのあのお話もちらっとして、うん、今度ジョニーさんにゲスト出ていただくんですって言ったら、うん、そうなんですかって言って、うん、そう、あんまりなんですか、ちょっとよそよそしい感じにしてました。そんなことでもないですけど、トムセンさんね、トムセンさんめちゃ熱い人なんですよ、本当に。らしいですね、本当にね、もうなんでしょう、こうもちろんこうなんですかね、メディアに出るお仕事されてるから SNS 上でこう熱いメッセージがあったりしても実際どうなんだと思ったら、実際の方が何十倍何百倍熱いですからね、あの人はすごい。ちょっと短い時間だったんで、うん、あそんなに話はできなかったんですけど、うん、一応あのここね、鳥越ズーリー YouTube もありますっていう話したら、うん、っておっしゃってて、そうちょっとあのプロの方お前にちょっとお恥ずかしいんですけどって言ったら、うん、いやそんなことないですよなんて言ってくださって、いやあの人はね、ちょっとあの気さくにお話をさせていただいたんです、うん、VFM でしたっけ番組、はい、そうですよね、あもう本当なんかもう、ね、お顔がこんなちっちゃくてもお綺麗な、お綺麗でした、ねはい、もう始めた時わー芸能人だあとシュービさんと初めて、まあ、アスカさんね最初に言われてる、はいはいはい、ボーカリストのシュービさんと初めてお会いした時に、うんたまたまちょっとその去年熊本であったチャギアンドアスカのリスペクトフェスのイベントの打ち合わせで初めてちょっとホテルの喫茶店でお会いしたんですけど、スタッフの方と一緒に会った時に、初めて会った時どう考えても絶対に10個ぐらい下だろうと思ったんですよ。はい、お若いですよね。そうで、私わかんないです。最初だからちょっとタメ語な感じで、あらよろしくみたいな感じで言ったんですけど、何かの話でたまたま年齢の話になった時に、俺の一個上ですやんってことが明らかになって、お姉さんなのマジでこれでっていう、その若っと思って、ちょっとうん、どちらの年齢も知らないので、ま、なんともあの反応がしがたいんですけど、でもちょっと思い浮かべてください。僕とシュービさん並んでた時に、同じぐらいじゃないですか。でもシュービさんめちゃ若いっしょと思って、もう会った時のこう、まあ、お若いこと、私もお会いしたことあるんですよ、ちらっと、もう喋り方もそうですし雰囲気が若いから、
絶対だいぶ下だろうと思ったんですけど、お姉さんなのと思って衝撃を受けました。そうなんですね、はい、すいません、ちょっと、まあ、すごいあのチャギアスファンしか知らないような話題を今ちょっとさせていただいて、チャギアスファン以外の見てないですから、ね、そうですね、じゃあ今から政治の話もしますか、はい、一応ね、我が国が抱える問題、いや少子化、そしてコロナ、ね、さまざまな問題を抱える日本混迷を続ける日本社会ですけれども、そやっぱりね、明るい希望を持ってなんかのチャンネルみたいになっちゃったんですよ、はい、このね、岸田政権さまざまな困難に立ち向かっていけるのかって話、今からね、11時50分までしなくていい、はい、しなくていい、大丈夫ですよ、はい、そうですか、今日はね、うん、もうイーロンマスクとツイッターの話とかもしなくていいですか。大丈夫です。しなくていいです。そうですね。はい、それも大丈夫です。じゃあチャギアスの話だけしましょう。そうです。はい。はい、大丈夫です。まずですね、うん、まあ、ベタな質問なんですけど、ジョニーさんが、うん、チャギアスのファンになったきっかけ。うん、これ厳密にチャギアスをチャギアスとして好きになったのはセイエス。セイエス、はい、セイエスからなんですけども、うんうんうん、ただもともと僕が物心ついて音楽を聴いて、はい、この楽曲いいわって思ってたのが、うん、光源氏なんですよ、はいはい、で世代的にそうですね、小学生の頃に、はい、でその光源氏の曲の中でも、うんうん、特に好きだったのが、うん、ファーストアルバム光源氏の中に入ってる、うん、ハリーアップという曲が好きで、はい、で当時その時点で僕は全くチャギ&アスカというのはあんま分かってないんです、はい、なんですけど、うん、後に振り返って自分が初めて音楽だけを聴いて好きだと思った曲がやっぱチャギアンダスカの楽曲であって、うんうんうん、でその後そのアーティストとしての認知をして一番最初にファンになったのがやっぱチャギアンダスカなんで、うんうん、もう、こうチャギさん、アスカさんの作る楽曲にはもう私を魅了するエッセンスがもうふんだんにあるんだなっていうのがありましたね。高校生ぐらいの頃ですよ。え、光源氏の曲ってチャギアス作ってたのって知ったの。で、その、はい、じゃあその光源氏の曲をチャギアスが作ったんだって思ったじゃないですか、うん、その後にしたことって何ですか、 なんか例えば CD を買って聴くとか、うん、通常の流れでいくとね、あ、でもね、そう、当時まだレコードをうちの父親がダビングしてくれて、はい、でカセットで聴いてたんですよね、高校の頃、うん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 、その時にそれ知って改めてあの光源氏の、うん、をカセットを聴き直した時に、うん、自分好みの曲と、うん、あれこれそんなでもない、いい曲だけどそんなでもそこまでがっつりハマらないなっていうところがあって、うんうん、全部振り返ってその調べてみたら、はい、チャギ&アスカが制作に関わってる曲だけドンピシャだったんですよ。で他のアーティストの方も楽曲提供されてるんですけど、うんうん、それはやっぱそこまでズキュンと打ち抜かれるほど、うん、その楽曲にハマらなかったんですね、うんうんうん、だその時にね、やっぱり、うんうん、あ、そうか、やっぱチャギアスってこんなにチャギアスが作ったって思って聞いちゃったらまた違うじゃないですか。でも聞いててあれハマるハマらないあるなと思った時にやっぱチャギアンダスカの楽曲だけが特に強くハマりましたね。他もいい曲いっぱいありますけどね、うん、分かります。そう、後付けで、私もどちらかというと後付けだったんですよ。中森明菜さん、ちょっと何回も話してると思う、はい、中森明菜さんのアルバムの中に、うん、予感という曲があって、あ、そうですね、ですんごい好きです、それだけリピートして聴いてたんですね、うん、でなんか誰が作ったかとかそういうのは全然知らなくって、はい、うん、もう私この曲すごい好きと思って、うん、もうリピートリピートリピートで聴いてて、うん、でそれを、それを飛鳥さんが作ったって知ったのが、はい、うん、その、ね、5、6年後です。と思って、あ、でもその時点ではチャギアス好きではあったわけですもんね。そう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 、 そこで初めて、うん、知ったんです。え、予感ってアスカさんに作ったの、私大好きなんだけどみたいな、うん、まあ確かにありますね、その後から知ってそうやっぱりなっていうところもありますし、そうなんですよ、まあね、そう、なんかもうそれでもね、実際その後まあ、ずっとチャギアス好きではあったんですけど、社会人になって20代の頃って、うん、もう仕事すぎて音楽を聴く習慣もなくて、はい、あんまり、うんうんうん、で全然こうチャギアスからも離れてしまってたんで、だから、うん、僕アルバムを発売日にしっかり押さえて買ってたのはシスタームーンなんですよ、はい、でその後のノーダウトとノットアットオールとダブルは、うん、
後から買ってるんですよね、発売から何年か経って。それを言ってなくて、でも社会人になって少しなんとなく一段落したタイミングで、はいはい、チャゲ&アスカの復活のライブがあるっていうニュースを目にして、はい、で、あ、久しぶりにやっぱチャゲアス聞きたいなと思ってファンクラブ入って速攻で予約したんですよ、はい、確かね、夏頃の予定だったのかな、うん、それをうわ久しぶりにチャゲアス行けると思ったら中止延期になって、でその後こう、まあ無期延期というかね、はい、でいろいろファンクラブが、だから僕ね、ファンクラブが解散された時にタコ節&A、あの返金のお知らせ来たんですよ、はい、で、あのファンクラブもう、うん、なくなったんで返金しますって来たんですけど、それを僕はどうしても返金の手続きが、なんかそれをしてしまったらこう縁が切れちゃうと勝手に当時思って、いやこれはもう預けておきますと思って、それそのまんまにしたっていう話を最近になってチャゲアスファン何人かとしたら、みんな軒並みできなかった、もう私もしなかった、返金手続きをしたらなんかこう全てを認めてしまうようでみたいので、みんな言ってて、あ、似てると思いましたね、そんなの。確か私も、はい、そうだと思います。そう、はい、やっぱでもなんかその久々になんとなく社会人で働いてなんとなく落ち着いて、うん、もう一回音楽聴く余裕があるかなっていうタイミングで、うん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 、ファンクラブ入り直してチケット取ったのに、うん、中止になっちゃって、うん、寂しかったなって今思い出しましたね、うんうん、ということはジョニーさん、うん、チャゲアスのライブは見たことはありますか？僕ね、ライブ行ってる回数チャゲ&アスカとしての超少ないんですよ、はい、俺チャゲアスのライブって1回しか行ったことなくて、はいはい、ね、あれ史上最大か、ね、スーパーベスト3かな、どっちだったかな、うん、横浜アリーナで1回高校生の時見に行ってるんですよ、うんうんうん、スーパーベスト3かもしれない、うん、でその後に大学生の頃に、うん、飛鳥さんの ID ツアーを2回、はい、代々木に、はい、第一体育館に2回見に行ってて、うん、だから大学生かな、高校生だから大学生になるぐらいで、大学生になってからも見たのかな、うんうんうん、アンコールツアー、それを3回しか行ったことないまんま、はいはい、超久々に行こうかなと行こうかなと思ったのがハイヤーグラウンドですかね、飛鳥さんの、はいはい、まだ数年前ですよね、うんうん、コロナでちょい前ぐらいのハイグラに1回行って、うんうん、 でその時にうちの妹と母も好きなので一緒に連れて行ったんですけど、うん、でそれで1回行って、あ、久しぶりによかったな、私も1回ファンクラブも入ってと思って、その次が去年の1月の府中の飛鳥さんの初日です。はい、私も行きました。あれを初日行っていや、やっぱチャゲアス好きだわ、飛鳥さん最高だ。 で去年双子玉川のライズだったチャゲさんのあのライブも行って、で両方行っていや、やっぱりチャゲさんも飛鳥さんもしっくりくるわと思って、この子供の頃聴いた曲が今聴いても未だずっとしっくりきて、お二人それぞれいい楽曲だなと思って、でまたその結構ね、はいはい、飛鳥さんの、去年のハイグランコールのツアーは割とストリングスのゴージャスなツアーだったじゃないですか、うん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 、でも双子玉川のチャゲさんの時のライブは、うん、あの4人編成だったんで、うん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 、いわゆるライブっぽいライブだったんですよね、うんうん、ライブハウスっぽい感じで、うわーこれ、いややっぱでもそれぞれいいなって思って、そう、あのチャゲさんは、うん、ちょっと今私も分かんないんですけど、チャゲの細道というツアーをずっとやっていて、うん、あの本当にギターと、うん、何でしたっけ、あのね、はい、本当に 3,4 人の編成 で、ね、あの本当小さい町をね回ったりしてるな、うん、あれもあれでね、アットホームでとても、うん、まあ、もちろんキャパで何百人キャパでやってるにしても、本当に数十人のライブハウスでやってるような感じのあの熱量と近い、そうホールツアーと思ったら違う感じの魅力があって、うわー、でもな、そうか、この人たちってもう60過ぎてんのにずっとかっこいいなと思って、かっこいいって思うんですよね、やっぱね、男性から見てもやっぱそういう風に見えるんですよ、なんか男性ファンの方もみんなあの憧れてますよね。なんか別に若く見えるからどうとかじゃなくて、わあこの人たちって俺でさやっぱ40過ぎてしんどいなとか、やっぱ自分で動き鈍くなるの実感するのに、チャゲさん、マスカさんもずっとめちゃ元気じゃんって思って、
この人たちって俺20個以上上なのに元気すぎないと思うぐらい未だに精力的の2人活動されてるじゃないですか。なんか若く見えるとかどうとかじゃなくて、うわー俺20年先もこんなパワフルに生きていられたら幸せだろうなと思いますよね。そうですね、本当に超かっけーって思う、うん、という風で、うん、最近本当ライブね行っても、私も飛鳥さんのライブ行っても、うんうん、本当に男性ファンが増えたなっていうのを実感するんですよ。あるかもしれないね。本当にまうん、私の目線的にはどちらかというと、まあ、ちょっと10年以上ぐらい前だと、うん、チャーゲンさんの方って結構男性のファンって多かったんですけど、飛鳥さんのファンってどちらかというとやっぱり圧倒的に女性のファンの方が多い、あ、そうなんですね、感じだったんですね、割合的には。でもここやっぱり数年は、うん、もう本当周りを見渡すともう半々ですよね、男性ファン、女性ファンで。あ、本当に男性ファン多くなったなっていうのをすごい感じます、うん、どうなんでしょうね、うん、そのもともと好きだったけどこうライブになかなか行けなくてとかいう方と、何かをきっかけにファンになってくれた方と、今新たにファンになる方とかってもね、僕らの世代とかでリアルタイムでこうチャギャンダスカのリアルタイムを知ってても、うん、結構ね、あの20代の方とかも多いですよね、うん、多分あのご両親が聞いてたとか、あ、お兄さんお姉さんが聞いてたとか、うん、そういう影響もあると思うんですけど、それはありそうですね、うん、そうです、はい、うん、まあでも時間を時を超えて、まあ、音楽ってね、こう、そうですね、残りますしね、うん、うん、はい、それ、今日ね、はい、うん、ここに、はい、楽器という鍵盤、そうですね、鍵盤をね、持ってきていただいたんですけど、はい、ちょっと楽曲についての話いいですか、して、はい、あのどんどんしてください、いろいろ、いや、これ別になんか僕が弾き語りしますとそんなこと、俺は別にミュージシャンでもなく歌が上手いわけでもなく、ただいやいやいや、ちょっとチャギアス、ミュージシャンでもある、いや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 、もうね、本当インチキミュージシャンですけど、あのチャギアスの楽曲の魅力を語るのに、はい、こう私の歌唱力では私が唱えたい理論が伝わらないってことが分かって、はい、で、あのそれはこれね、一番今、ね、あのね、チャギアス関連でこういろいろとチャギアス仲間と会って、うん、一番困るのがどの曲が好きですかの話なんですよ。そう、あのね、え、1曲なのっていう、そう、私もその質問をされるのが一番困るんで、うん、で今日は聞かないです。どの曲が一番好きですかってすごく難しいんですけど、はいはい、このそれは好きな曲はたくさんあるし、じゃあ嫌いな曲があるかというと嫌いな曲はがあるわけではないです、うん、ただ、うん、自分のこのトータルの再生回数って絶対ばらつきがあるはずなんですよ、うんうん、でいいか悪いかともかく、今その僕はバンド活動をさせてもらってて、うん、これをチャギアスのリスペクトのライブをやるから、チャギアスカの楽曲がしかないわけですよ。そうするとどうしても自分がライブでやる予定の曲を多く聴いてしまうんですよね、そのエッセンスを取り込みたくて。なんですけど、でもそれは置いといて、過去累計でいくとやっぱ聴いてる回数のランキングで言ったら何かなって思うと、うん、何ですかと、総再生回数で言うと総再生回数、はいなぜに君は帰らないなんですよ。あ、はいはいはい。でもこれはちょっとこう正確なデータがなのかっていうのがあるんですけど、まあ、厳密に言うと夜明けは沈黙の中が一番多いんですよ。これ僕がですね、でも高校生の頃に、あ、でも短いです、当時流行ったコンポ、はいはい、ミニコンポのタイマーで朝6時とか7時に、うんうん、設定しておくと、その時間になると CD が鳴って、それは目覚まし代わりに、はいはい、そう、はい、うん、でもエナジーみたいなこと言いますけど、はいはい、目覚まし代わり、それを出るわけですよ。これ今の話全然面白くないでしょう。すいません、分かる人にしか分かんないでしょ。チャギアスファンにしか分かんないんです。このエナジーの歌詞の中に目覚まし代わりという歌詞があるんですよ。そうですね、この話を聞いて、はい、今笑ってくれてるとしたら多分トムセン陽子だけですね。そうですね、あとトムセンさん見てくれてんのかな。トムセンさん、トミさん見てる。いや、今チャギアスの歌詞の話したよ。ト
トムセンさんにお忙しそうだからどういうか、ね、これね、あ、でも後で見てくれるかな。だからその高校の時にそれをレッドヒル、アルバムレッドヒル、チャゲスのね、はい、の1曲目夜明けや沈黙園の中で、うんうん、で2曲目はなぜに君は帰らないじゃないですか、はい、ってことは大体当たり前ですけど2曲もフルコーラスって聞かずにもう起きるわけですよ、はい、で、うんうんうん、好きな当時やっぱものすごく好きで聞いてたし朝それで目覚めてたから、うん、やっぱそこがあるんですよね、回数で言うと。で、はい、好きな曲でもあるんですよ、うんうん、けども時代時代でも変わりますしね、すごく難しいんですけど、こうチャゲ&アスカの楽曲の魅力の中 で何かをピックアップして話すとしたら、こうチャゲアスの楽曲の魅力って曲それぞれに魅力は違うんですけど、一つまるで短編小説のようなというか短編映画のような、いや短編でもないな、2時間ぐらいの映画のように1曲が構成されている曲のこの魅力の話をしたいんですよ、はい、あれこの番組だと 2時間ぐらいあるんですよね。いやいやいや、あとねないですか、20分ぐらい、25分ぐらい、じゃあだからキュッとキュッとじゃあちょっとまとめてこの後の番組予定を変更して届けますか。スタッフの人がそういうのないって言ってますね。じゃあないですね、ごめんなさい、してます。なんですけどこの恋人はワイン色という名曲ありますね、はい、まあこのいい曲はね、はい、この恋人はワイン色っていう曲の、うん、こう一曲が本当にマジでフランス映画じゃんっていうぐらい映画っぽいんですよ、うん、でそういう捉え方すごいな、マジで映画だと思うんです。で、3月に、今年の3月に飛鳥さんがずっと憧れのミュージシャンとして、うん、ドビッタ・フォスターさんね、これを飛鳥さんが自らもうこの人の影響を受けようって思った人だっていう、このでデビッド・フォスターさんの音楽の中で映画音楽が飛鳥さんが好きで映画のサントラよく聴いてたと、でいいなと思う曲ってデビッド・フォスターだったんだよねっていう話をされていて、でっていう話を聞いて本当にこう、あだとしたらそうなんじゃないかって思ったのが、その時になるほど、じゃあこの曲ってもしかしたらそういう作り方してるか、まだこれご本人の確認取ってないですけど、じゃないかと思ってるのが恋人はワイン色なんです、うん、でチャゲアスの曲を聴いてて一番最初に歌の情景が目に浮かんだのもこの曲なんです、僕が、うん、中学生高校生ぐらいで、恋人はワイン色貸し出していただいてますけど、うんうん、このね、でなんでこれをこうちょっと楽器を込みでやるかっていうと、うん、こう歌詞だけ追っかけても分かるんですけど、うん、いやだからね、もうほんとマジで音源使いながら流しながらやればよかったと思ったなんですけど、いやこれでこれでぜひぜひ、まあ、こう前奏が、あ僕うまいわけじゃないですかね、今説明のために弾いてるだけですからね。恋人はワイン色は映画ってすごい捉え方、で始まってここから A メロの歌の上手い下手は今議論しちゃダメですからねこの前奏の感じがちょっとアップテンポで、うん、でちょっとこう乗る感じですけど、うん、A メロのすれ違うって歌い方が本当にすれ違うって普通一瞬じゃないですか、うん、でもすれ違うって言葉をこう、うん、すれ違う君に見とれてってこのゆっくりの理由がこの次の歌詞でスローモーションで、このすれ違った瞬間がスローモーションに感じたっていうことを説明されることで、なぜすれ違うっていう一瞬の動作がゆっくり歌ってたのかが明らかになるわけですよ。はあ、つまりすごい、私そこまで考えてない。映画のオープニングでこう急に主人公と女性がパッとすれ違った瞬間がわざとスローモーションになって、はい、あっていう印象付けるシーンがもうこれで映画ここからはい物語始まりますよっていう物語を始めてるんですよ。はあ、すごい考察。すれ違う人に見とれてしまってスローモーションでワインが、うん、跳ねたドレスにかかってしまうっていうことを、はいはい、うんうんうん、そんな一瞬じゃないですか、すれ違ってパッて、うんうん、普通に映像で言ったら数秒しかないものを、うんうん、
スローモーションでこんな完全に映画じゃないですか、うんうんうん、やり方。なるほど、すごい。その後ので次のもう一回 A メロの繰り返しのところが、君のドレス赤に染まってのところも、ドレスが赤に染まってっていう、もう完全に映画だから色で表現するわけですよね、うん、はいはいはい、だからおそらく白いワンピース的なものが赤で対こう象徴的になるっていうので、完全に物語始まりますよね。でその次が、はい、戸惑いは恋の顔っていう感じですね、はいはいはい、戸惑いは恋の顔って、完全に戸惑ってるけど恋の顔って方も、もう完全にドラマ始まってるじゃないですか、はい、こんなに歌で分かりやすく、うん、メロディーと、うん、その音のアレンジと歌詞で場面描写してる歌って他にあるかねっていうぐらい超ビジュアル、うん、もう映画の台本書いてんじゃんと思って、すごい考察ですね。いやいや、私考察じゃない、もうマジでそうだとしか思えないですよ。だそうです、チャギアスファンの方、こういう聞き方し、私もう恋人はないのも何千回って聞いてますけど、うん、これを見てる人もそうですね、聞いてますね。これを、うん、今のことを頭に置いて聞くとまた違う聞こえ方になるんじゃないでしょうか。まずこれ歌って、あのだいたい A メロ B メロサビっていう構成でできね、だいたい構成されますけど、この A メロがすごいこうスローな感じ、スローモーション跳ねたワインで言ってるわけですよ、うん、で来てるのに、その後 B メロで突然うんさんと、でちょっとテンポが上がるんですよ、うん、で突然過ぎた出会いは思い出さえっていうところが、じゃあ映画としてこれがあったら、その後のさまざまなエピソードがアップテンポにバババババッと展開する起承転結でいうと、うんうんうん、オープニングでゆっくりスローモーションでワインがかかることで出会いが始まったものが、うん、突然過ぎた出会いは思い出さえって、うんうん、一気に急展開を迎えるのもテンポでわかるわけですよ、この、うんうん、早くなるじゃないですか。確かに。このまたこのコードがですね、うん、コードこの曲のこう音が上が高い方に上がっていくんですよね。シネマ仕立ての甘いストーリーに変えていくってこうだんだん上がっていくと盛り上がってくるじゃないですか。ここでしかもちゃんと歌詞にシネマ仕立ての甘いストーリーに変えていくって、うん、もうシネマ仕立てって言ってしまってるわけですよ。明らかに映画じゃんって歌詞にシネマがあった。これで何がすごいって、これはすごいメタな構成なんですよ、うん、映画の中で、うん、映画の中で主人公同士が、うん、これ映画みたいじゃないこの出会いってって言ってるとしたら、すごいメタ構造じゃないですかね、はいはい、その、うん、登場人物たちが客観視してるみたいな、最近のその異世界転生もの的なこのメタの視点的な異世界転これをね1988年に飛鳥さんもすでにその視点でやっておられるわけですよ。これ勝手な解釈するなんて叩かれるリスクがあるんで、個人の見解ですって出してもらっていいですかね。あ、 OK 出ました。あ、個人の見解ですね、これね。なんですけど、その後に I don't forget to miss you でドラマを動かすって、このこうやって上がこうやって上がってったものがサビが今度ですね、コードが降りてくる構成なんですよ。こう下がってくるんですね。この A メロはだから最初はスローな感じで下がってきて、はい、次が今度アップテンポで上がっていって、はい、で今度サビはアップテンポで下がっていくんですよ、はい、もう完全に映画と一緒で観客の心をもう揺り動かしまくってるんですよ。はでここのサビのドア玉で恋人はワン色って言って、うん、この映画のタイトルがバンとくるわけですよ。はだこの映画のタイトルは恋人はワン色で、これはまたすごいのはビロードのシャワー、決まりの場面で、もう場面でって言ってるから完全に映画なんですよね、これが。でまたこのでサビの最後が記憶の香りグラス持つたびにっていうところで、意外とそこで記憶の香り、あ、もうすでに物語が終わって、うん、記憶になって過去の話になってるんじゃないかっていうところで言うと、あ、これの構造って主人公が過去を回想してる構造だってことがここで明らかになるわけですよ。
映画でもあるじゃないですか、はいはいはい、これ映画の手法として、うんうんうん、主人公が昔を思い出すっていう形でストーリーが展開するっていうのは映画の構成のやり方なんですよ。へえ、これあの映画オタク水道橋博士がこういうの好きなんでね。すごい、こへえ、すみません、なんか聞き方が変わりますよね。2番がオレンジを絞る横が眩しくて好きだった。ここでまたすごいのがオレンジを絞らすってことですよ、うん、1番は前編通してワインの赤の話をしてるんですよ、はい、でも2番始まった瞬間オレンジをって言っていきなり色変えるんですよ。はー、それはもう完全に映画の絵作りじゃないですか。映画って色で構成するから、はい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 、でここで眩しくて好きだった、朝と夜違って見える、唇を愛してた、朝と夜違って見えるの時点で映画って昼とか夜で明かりで場面を展開させるじゃないですか。違って見えるだからもうここで完全に映画としてのさまざまな場面があって、朝と夜ってことは時間の経過を表すんですよ。時間の経過を表すってことは2人の関係性が時間とともに変わっていってるってことを感じ取れるわけですよね。で唇を愛してたなんですよ。こう唇を愛してるって言えばいいのに、愛してたって過去形で語る時点でもうすでに物語はこう過去を解説して、うんうんうん、いやここの時点でもう終わった話ですよね、うんうんうん、でその後に あのアパルトの店たちは噂好きで、うん、でまたアップテンポのとこでこれはその同じマンションに住んでるおばちゃんがこう世間話だ、あの家からなんか女性出てったっぽいわよねみたいな、うんうん、ね、まあ、この辺は私もこの歌を聞いて、ね、あの前の奥さんと別れた時に俺一人暮らしの怪しい男とマンションで思われてるんじゃないかなって思った時に恋人はいる思い出しましたから ね、まさかまさか離婚してこの歌を思い出すと思わなかったですけどもね、びっくりしましたけどもね、まあ、今の奥さんにはねそういう噂をされないように大事に媚びていかなければという強い思いはありますけれども、であ今ピンポンいただきました、ありがとうございます。でこの君のさよならのわけに花を咲かせていたっていうところでもう関係が終わったことがあって、うん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 、でその後にでも I don't forget you, miss you、 別れてるけど忘れられないっていう話で、でサビでビロードのシャワー決まりの場面で恋人の色記憶の香りグラス持つたびにっていうことによって2番で別れた話が明らかになったけどそれでもまだ忘れられないっていう主人公の回想であることはここでわかるわけですよ。で、ここでまた今度、サビが転調しまして半音上がってでもう一回 I don't forget you, miss you, 恋人は色ガラスのアベニュー変わらない景色、これ超良くないですか。その別れ話があった後でも、うん、ガラスのアベニュー変わらない景色ってその自分の心情には大きな変化があったのに街は変わらずに動いているっていうこんあの切ない気持ちを切ないと言わずに変わらない景色っていう言葉で人の切なさ表現するんだって、でしかもこれサビのところだから1番2番のサビと同じメロディーなのに同じメロディーなのに同じメロディーで歌って切なさまで表現してくんのって思った、すごくないですか。いやでもすごい、まあ、楽曲自体もすごいんですけど、はい、うん、そのこのなんて言うんでしょう、考察というかそういうのもすごいびっくりしてました今私。そうですか。そう、そこまで私考えてあの聞いてなかったですもん。これ最後が今まで一番最後のサビが恋人はワイン色濡れたまつげで何を見てたのか、うん、この濡れたまつげで何を見てたのかっていう、うんうん、だからその女性は何か楽しくて別れたんじゃなくて悲しい別れがあったけどでもあの時君は何を見てたんだろうっていう疑問のまんまわからないわけですよ。この何を見てたのかって思いを、でも思いは馳せてるわけですよね。だから君が見てたものが何か分かれば関係は違ったのかもしれないっていう後悔の歌でもあるんですけど、ここで何を見てたのかってこの前編通してですね、まずだから1番から言うと、シネマ仕立てのとか、で、でサビで決まりの場面でとか、でその後2番でいくと、まあ、決まりの場面でもう一回出てきますけど朝と夜違って見えるとかっていうあのこの曲って前編通してずっと景色の話をしてるんですよ、うん、情景描写でだからもう画面の絵だけで心情表現をしてるから、うんうんうん、辛いとか悲しいって話じゃないんですよ。ずっと、確かにそうですね、ずっと映像だけで心情表現をしてる。だから2番は、うん、あのオレンジを絞る横側は好きだったな、好きだった、
君を愛してたっていう自分自身の過去の結果だけで、あとはアパルトのミセスたちが噂好きでペチャクチャ喋ってたってことによって、その状況だけで心情を表してるから、主人公が今後悔してる気持ちを何一つ具体的に言葉で心情言わないんですよ。でも最後何を見てたのかっていうところで、相手を理解できなかったこと、分かり合えなかったことへの後悔を書いてるから、でも何を見てたのかっていう場面、その映像なんですよね、映像画像の見てたのかで終わらせてるって、こんなにすごい歌詞とメロディーがあるのかねと。残り10分って言われて、この話あと 2時間半あるんですけど、う、ね、どうします？そう、すっごい、もうね、私もすっごいもっともっと聞きたいんですよ実は。もう終わりですか？そうなんですよ、時間がもうね、ちょっとごめんなさい、なくなってきちゃって。いや、私ももっと聞きたいです実は、ファンとしてね。よかった、でも残り10分でギリ話終わってよかった最後まで。本当はね、もっと聞きたいんですよ私も、個人的にね。いやー、あと本当余計な話ですけど、ちょっと最後これだけさせてもらいたいんですけど、先日ある機会に、アスカさんと直接お会いする機会が実はちょっとだけあって、はい、その時に、うん、僕今日ここで、いや実は来週、今度ね土曜日、5月の土曜日に、鳥越あずうりさんのところで、ラジオのゲスト1時間呼んでもらって、僕1時間チャキャスの話ずっとしようと思うんですけど、その時に恋人はワイン色の話、熱弁を振るっていきたいと思うと、もうその話超熱く語ってきますから、すごい笑顔でニヤッとしながら、うん、ありがとうねって言ってた。だから本人に予告してますからね、この話だそうです。で、ダメって言われてないから、許可取ってしてますからね。許可は分かんないけど、許可取ってますからね、だそうです。ご本人に。いや、実はね、聖子さんがゲストに出ますって告知ね、はい、うん、ツイッターでした時も、うん、まあ、飛鳥さんがいいねを押してくださったりとかして、押してくれてない気がする。いや、まあまあ、でも確認しよう。ね、まあ、見てくれてるかどうかあれなんですけど、まあ、本当に嬉しい限りでございます、うん、ありがとうございます。とんでもないです、はい、私もファンとして本当に嬉しいです。せっかく呼んでもらったのに自分の話全然しないで、はい、この話ばっかしてしまった。あとの時間、はい、ちょっとだけあるんですけど、うん、私ぜひ聞きたかったことがあって、はい、ジョニーさんにとって、うん、アスカさんはどんな存在ですか？アスカさん、いや、僕の人生ででも一番影響を与えた人じゃないですかね、チャゲ&アスカって。僕多分チャゲアス好きじゃなかったら、うん、ああだったろうこうだったろうって振り返ると、うんうん、いろんなイフがあると思うんですけど、うん、もしチャゲアスの楽曲を好きじゃなかったら、うん、いろんなことがめちゃくちゃ違ってきてたんですよ、うんうんうん、今現在も。だからなんでしょうね、一番多く影響を受けた人ですかね。まあでもファンの方ではそういう方たくさんいらっしゃると思います、うん、私もその一人なんですが、はい、うん、ありがとうございました。影響が大きすぎますね。私ね、はい、そう、本当影響大きいので、うん、私もっと、うん、個人的にもっと聞きたいんですよ、うん、そのがね、チャギアスの楽曲のいろいろジョニーさんのお話も個人的に聞いた。あと2時間やります、まあ、それはちょっとまたあ、しつこいなって顔された。スタッフにやるわけ、2時間こいつ本当にやろうとしてるって顔された。私、はい、結構リピートの方が多いんですよ、ゲストさん、はい、私の番組、うん、だまたぜひ、あ、呼んでください、よかったら来てください。僕、異常なまでにスケジュール入れるんで大丈夫ですよ。びっくりするぐらいスケジュール入れるんで。でもね、忙しいんですよ、いろいろご出張されたりね。最後にちょっといろんな告知、うん、はい、あのライブとかあるんですよね。そう、6月1日、6月1日に新宿サクトというところでライブを、はい、はい、トミさんというですね、うん、チャギアス好きは結構多くの方ご存知のボーカリストをお招きして、うん、そして僕らのバンドホワイトノーズ、うん、私トム専用子さん、さっくん、ラッキーの4人、うん、そしてサポートメンバーからなるメンバーで、はい、ただただチャギアス好きが、うん、チャギアスを絵の愛を発散するライブ、ご意見募集23ですね、はい、このご意見募集とライブタイトル、沢近先生にめちゃウケたっていうのありますかね。あ、これチャギ&アスカの昔のライブでご意見無用ってのがあったんですけど、僕らは私もそれでちょっと引っ掛けてるのかなって思います。無用じゃなくて僕たちご意見募集してますよという。でこれがおかげさまで現地 の客席のチケットは全部先月で売り切れましてですね、ソールドアウトなんで、配信昨日だか一昨日だか配信の準備したんで、うんうん、配信あります、ぜひ配信でリアタイしてください、はい、あ、スペシャルゲスト出ますよ。あ、なんかね、スペシャルゲストがいらっしゃるんですよ。私ちょっと行かせていただくんですけど、このライブ楽しみにしてます。スペシャルゲストいます、はい、
誰とは言わないですけど、チャギアス好きの方たちであれば、うん、おそのパターンやるのなるほどってニヤッとするようなスペシャルゲストをお呼びしてますから。だそうです。当然言うまでもないですけど、スペシャルゲストの方はチャギアスが大好きな方ですから、ね、だそうです。これはもうトムセンヨーコさんもね、ギターでもう、はい、最近ツイッターで日々の練習を、普通あんなに練習してるってアピールしたら当日のハードル上がるからしないのに、それでも上げるってことは上回る、相当練習してるんですよ。すごいですよ、トムセンさんは本当に、はい、それと7月の1日に、7月1日今度札幌でもライブがありましてですね、札幌でライブ、はい、それラジオカロスさんというところでですね、チャギアスの、だそれこそこうやっぱコミュニティ FM でチャギアス好きで番組やってらっしゃる、はい、チャギアスファンの団体の方から呼んでいただいて、あの北海道でライブしてもらえませんかっていう話で、こちらですね、はい、そうです。でトミさんと僕ら3人でライブをしに呼んでいただいたんで行きます。はい、これ2日、あ、1日か、はい、トミさんもあの1人で行くと心細いんだけど、ホワイトノーズ3人来てくれたら、あの僕も勇気出して北海道に行けるって、うん、いやいやあなた生まれ函館でしょと思いましたけどいやこのトミさんって先ほどからね、はい、トミさんすっごい歌うまい方なんです。あのね、うまさの次元がね、すごい、すごい。もうね、めっちゃうまい。いいんですか、そこで歌っててっていう人ですね。本当にうまいです、この方は。僕らみたいなね、こうインチキバンドですよ、本当にもう。こうまだ数か活動歴数ヶ月の、そのね、本当に今、ついさっき作ったようなバンドで歌ってもらうの申し訳ないぐらい。本当でも、うまいですね。うまい。僕らもトミさんが歌ってくれるんだからってやっぱ、ね、練習の熱量めちゃ上がりますもん、うん、はい、そうです。父がね、これはね、札幌ダイバーまだ現地チケットありますんで、北海道の方ぜひ、はい、土曜日の昼ですから、はい、よかったら絶対見た方がいいですよ。見た方がいいで、トミさんの歌聞いた方がいい。マジであの生で聴けるなら生で、はい、同日ドリカムのライブと被ってるって2枚キャンセル出たって聞きましたけどね。え、俺らドリカムと競合してんのと思いましたけど、すごいじゃないですか、びっくりびっくりしました、ね、ちなみにあの同日あの飛鳥さん沖縄ですね、ライブ。ああ、そうですね、はいはい。もう一個何でしたっけ、あと全然別、このこれとは別件で、来月の国際フォーラム6月の24、25にですね、はい、うん、国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典、音展というのがありまして、この展示イベントのブースで、はい、うん、両方ともお昼12時前後から1時間ですね、ディナウディオさんというスピーカーのデンマークのスピーカーブランドさんのブースで、1時間私の講演の時間をいただいてまして、はい、これをただただ私物化します、私物化、自分の好きな楽曲をプロモーションの、うん、あのプロモーションじゃない、ただ僕がそのデモンストレーションの楽曲として流すんですけど、うん、これですね、あのご本人に許可取りまして、はい、ウーミさん、沢近さんがプロデュースされているボーカリストのウーミさんの、はいはい、にちょっと連絡して CD 使わせてください、俺ウーミさんの曲流したいですとお願いをしたら快く快諾していただいたんで、あ、そうです、すごいですね、ウーミさんの CD をめっちゃいいオーディオで、あのでこれあの、はい、パソコンとかスマホから再生できるような、うん、簡単にいい音が聞けるような機材のデモンストレーションもあるので、そこで聞いていただけます。あのちなみにちょっと知らない方のために、うん、あの沢近さんって先ほどから名前出てるんですが、はい、沢近大輔さんという方は、飛鳥さんと一緒に、なんですか、楽曲、そう、今は飛鳥さんの楽曲を編曲したり、コンサートのバンドマスター、そう、バンドマスターをしたり、一緒に楽曲を作っている方が、うん、沢近さんという方です。その方が、プロデュースしている、アーティストの方で、女性のウーミさんというボーカリストさんがいて、その方の曲を、お、その時にご本人 OK となんで曲流させてもらいます、はい、だそうです。よかったら、これはあの入場無料なんで、あの、ね、国際フォーラム行きやすい、東京の方は行きやすい、そうですよ、ね、そうです。で去年僕あのオーディオの別のイベントでここで話した時に、うんうんうん、同じ日に飛鳥さん隣でライブだったんです、国際フォーラムで、うんうん、だから自分でチャギアスの曲オーディオで流した後に本人のライブ行くっていう日がありました。いました、なんかチャギアスの曲流れてると思って、あのうちの反対側ですよね。あ、そうです、そうです、アスカのライブって反対側でチャギアスの曲流れてるはわしです。あ、そうだったんだ、私が大音量で流してました。なんか流れてるあれと思ったんですけど、そうそうそう、あのアスカさんのライブの日は、そう、ライブ行った時はもうこれだけやろうと思って、はい、あの、はい、チャギアス流しまくる、はい、だそうです。いろいろちゃんとね、そう、ちゃんとイベントで著作権の手続きしてくれてるんで、堂々とチャギアス流せるんですよ、ここ。嬉しい、すごい、はい、ということで本当にもう時間が迫ってきてしまいましたよ、はい、ありがとうございました。まだまだでもね、私、うん、本当個人的にも多分ファンの方ももっと聞きたいと思うんですよね。じゃあ週2レギュラーできます。週2レギュラー、はい、
だそうです、はい、またお願いします。ぜひ出させてください。はい、次ぜひぜひ違う曲の ちょっとあれを、はい、お願いします、はい、なんかあっという間でしたけどもう時間となってしまいました。そうですね、はい、ありがとうございました。非常に はい、私個人的には有意義な時間でした。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか、ご覧の方々、はい、ではまたね次回もちょっとそうですね、予定したいと思いますので次回ドルフィンソングの番組見てください。はい、はい、なんかということで今日のゲストは、社長芸人ジョニー小野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また来月、来月俳優さんが来ます。